ではこれからこの後ろのテーブルにジオラマを並べていきたいと思います。私一人ではねちょっと心もとないので、今日はプロの方にお話を聞きながら制作していきたいと思います。ではお呼びしましょう。日本卓上開発の金子さんです。こんにちは。はい、今日はよろしくお願いします。私あのジオラマをね作るの初めてなんですけど、はい、あのいろいろコツとかねポイントとか教えていただきつつ一緒に、ね、作業を進めていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。では作っていきます。頑張ります。今回はですね、時間がちょっと限られているので、こんな感じであらかじめスタッフさんがセクションごとに、組んでくださってます。ジオクレーパーを、はい、でこのテーブルの横にですねこんな感じで印がねついてます、はい、これ縦方向と横方向にアルファベットとあとこの数字がねなのでついてるんですけど、この数字とアルファベットに合った、ブロックを、この上に並べていきます。だいたい半分くらいできました。すごーい、この奥に駅舎があるんですが、そこから線路がつながってて、であとあそこですね、あそこの道路がつながって街の中を走ってますね。では後半戦頑張ります。最後のブロックいきます。はい、完成。はい、ではジオラマが完成しました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、このジオラマは今ですねまさに展示スタートということで、はいはい、ぜひ皆さん浅草橋に立ち寄りの際には見に来ていただければ、ね、はい、嬉しいです、はい、ということで、本日はベース2500さんにお邪魔してジオクレーパーのジオラマリニューアルをお手伝いさせていただきました。ありがとうございました。